本校では、それらについて解説する。ベリリウムの同位体に、中性子が存在しない各種は2012年現在、確認されていない。従って、ベリリウムの同位体の原子核は、必ず陽子4個と1個以上の中性子によって、構成されていると考えられている。これらの内安定同位体は QBE のみであり、現在の地球上で天然に存在するベリリウムは、 基本的にすべて 9BE となっていると考えてよい。5BE の原子核は、陽子4個と中性子1個から構成されており、その質量数は5である。質量数5の各種は、不安定であり、5BE も、速やかに、陽子を1つ放出して 4Li に変化する。ちなみに、この 4Li は、その後さらに陽子を1つ放出して3 h e となって安定する。 6BE も極めて不安定であり、速やかに陽光を一気に2つ放出して 4HE に変化する。これは 4HE は大変安定していることと、質量数後の各種が不安定であることによる。日本において 7BE を観測し、その結果をグラフにしたもの。7BE は半減期約53日で、電子捕獲によって 7LI となって安定する。 この 7BE は宇宙船などの影響により、わずかに生成され続けているため、わずかに現在の地球でも見られる各種である。日本で2003年から約5年間行われた研究によれば、季節的要因による変動を除去したデータを解析した結果、7BE の大気中濃度とマグニチュード5以上の地震の発生には有意な相関があり。 地震発生日に減少していることが報告されている。8BE の原子核も大変不安定な核種として知られており、速やかにアルファ崩壊して2つの 4HE に変化する。これは 4HE が大変安定していることによる。なお、8BE はヘリウムが溜まった古い構成の内部において 4HE 同士が 核融合することで蓄次生成され、ウルカクシとされている。恒星の内部で水素の核融合によって合成される、ヘリウムが溜まった古い構成がある程度以上の質量を持っていた場合、その内部で起きているとされるトリプルアルファ反応においては、さらに4に HE を取り込んで融合し、12C となると考えられている。このトリプルアルファ反応は、 大変起こりにくい反応とされているが、その理由は、この 8BE が不安定であり、すぐに2つの4や 1E に分裂してしまうからと、説明されている。記述の通り、9BE は、ベリリウムの同位体の中で、唯一安定である。10BE は、半減期100万年強の放射性同位体であり、ベータ崩壊によって、放素10バイトとなって安定する。この 10BE は、 宇宙船などの影響により、わずかに生成され続けているため、わずかに現在の地球でも見られる各種である。化石燃料由来の 14C 急激な増加により、放射性炭素年代測定が困難になったため、変わって利用されている。11BE は、半減期10秒強の放射性同位体で、中性子波浪を持っていると考えられている。11BE は、 主に β 崩壊して11バイトとなって安定するものの一部は β 崩壊と同時に α 崩壊も起こして 7Li となって安定することが知られている。なお 11B e の崩壊に伴って11バイトが生成される確率は97.1%とされていて残りの2.9%が同時に α 崩壊も起こして 7Li が生成されるとされる。 12BE、13BE 12、14BE 13 14は中性子が多すぎるためにいずれも極めて不安定である。したがって何らかの形で崩壊して最終的にすべて放素になって安定することが知られている。15BE とそれよりさらに中性子の多いベリリウムの同位体についてはあまりに不安定であるためにその性質がよく知られていない。ベリリウムのように 一つの各種しか安定して存在していられない元素をモノアイソトピック元素という。モノアイソトピック元素としてベリリウムを見たときに特徴となっている点は現在知られているモノアイソトピック元素の中で原子核の陽子の数が偶数であるものは今のところベリリウムが唯一であるという点だ。他のモノアイソトピック元素はすべて原子核の陽子の数が奇数である。 一橋正夫、日本付近の地震発生日と高崎の大気中ベリリウムマイナス7濃度の関係にかかる統計分析地震第2週2011年64巻1号 P23 から32土井10.4294地震64.23太陽国点の長期変動のなぞりか年表オフィシャルサイト名古屋大学年代測定総合研究センターに ついて、名古屋大学年代測定総合研究センター。ありがとうございます。